木曜人生劇場天地人。はい、皆様こんばんは。木曜8時、木曜人生劇場天地人のお時間がやってまいりました。はい、はい、この浅草橋鳥越神社前のスタジオより、うん、コロナ対策をしっかりして生放送でお送りいたします。というわけで、はい、アン先生よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。コロナ対策をしっかりしてということですね。これですよね、スタジオのコロナ対策はこういったあの機械、トレールという機械でオゾンが出ておりますということで、これをちゃんと言わないとね。そうね、あのアクリル板がなんでないんだっていう心配されちゃうからね。心配されるあの方がいらっしゃいますんで、あのね、うん、お話をして、改めまして、こんばんは皆さん、アンでございます。はい、あの最近ねニュース見ててね、うん、ちらほら第3波がなんちゃらかんちゃらって、うんうん、あのいう言葉がこう出てきているわけなんですけども、うん、はい、あの第2波が落ち着いてない時にあの第3波がこうやって来てるということで、うん、もっと跳ねるらしいと言われてる。知ってる？へえ、うん、そうね、そう、うん、これどうもっとすごいことになるんじゃないっていうふうに言われていて、うん、でね、北海道で GoTo トラベルも、うん、あの外そうかなっていうふうになってる。あ、うん、今北海道深刻だもんね。うん、本当にこれ難しいなというふうに思うんですけども、うんうん、ね、経済止めたら7万人ぐらい、ね、うん、あの失業なさる方も出てくるやもっていう計算も出てるみたいですしね、うん、自殺も増えてるって、自殺者数も出てましたよね最近、うん、はい、あの、ね、最初ちょっと深刻な感じ の, こうあのさあ始まりましたっていうテンションとちょっと違う感じなんですけども、経済止めるわけにもいかないなっていうところで、うんうんうん、クロちゃんどう思う？まあ、第一波の時にね、うん、あの時抑えればみたいな話ではあったけど、うん、結局もう今はね、うん、その共存していくしかないっていうんだけど、そうだね、うん、その共存の仕方もやっぱりほら季節ごとだったりいろんなイベントごとってやっぱり1年通してね、うん、生活してみないと分かんないっていうところが、うん、まあみんなもう手探り状態でやっていくのかなっていうふうに思うけどね。そうだね、手探りだよね、うんうん、でも本当経済を回すとコロナが増える、うんうん、これはセットだからどうしようもないなっていう感じですよね、うんうん、今日も私お昼、うんうん、11時からずっと浅草橋にいてずっといるんだ。そうで、サンマルクに行って、うん、でお昼ご飯食べて、うん、コメダに行ってみたいな形で、うん、あの経済回してるやん。経済回してます浅草橋で、うんうん、で、うん、あのどこ行っても満員だったんです。今行った3カ所全部満員で、そう思ったら数ヶ月前に、ね、来た時に比べると、うん、あの時ガラガラだったよなと思って。確かに、うんうん、ということでですね、あ、人動いてるんだなという感じがすごいしているわけなんですけども、うん、まあね、今誰も体験したことがない時代というか時期だからね、うんうん、未知の領域で正解が分かんないんだけども、うん、でも私たちの、ま、今はね、現時点での正解っていうのは気をつけながら、そうね、うんうん、気をつけてますよ、気をつけて、あ、別にあの回しもんじゃないですけど、うん、気をつけてますけども、こんな気をつけて生きていくのが正解なのかなという感じだね、うんうん、そうね、うん、だってもうほらマスクもさ、みんな当たり前のようにつけてるけどさ、うん、もう今ただのマスクじゃないこうマスクに一工夫っていうのが最近流行ってるじゃん、うん、なんか君、私も買っちゃった。どうなの？コーチのマスクかよかった。なんかほら顔半分、うんうん、あの自分の似顔絵の顔がそのままマスクになってるやつもあって、自分の似顔絵のマスク、そう、だからマスクつけてんだけど、うん、笑顔で、うん、あの笑顔の時の顔の表情でマスクなんだって、うんうんうん、やっぱりほら目でしかさ分かんないから、お互いねこうどういう風に思ってるか分かんないっていうので、うんうん、もう今ただのマスクからこう一工夫、そのおしゃれだったり、うん、見る人がどう思うかっていうところまで、うんうん、なんか工夫がされてるから、また違う経済の回り方してるよね。あ、確かにね、うんうん、確かにいろんなアイデア商品出てますよね。出てる。うん、そうだよね。まあね、こんな感じでこうちょっとダークじゃないけど、ちょっとこんな話をしているんですけど、でもあのコロナがもたらした縁というか、うん、っていうのもあるよね。あるね。うん、あの先週でしたっけ？そうね、先週、うん、私たちですね、あの一緒にグループでですね、静岡県に日帰り旅行で行ったんですよね、うんうんうん、それが ね、うん、もう完全にコロナがもたらした縁だよね、あれは。そうだって、もともと
あのあんちゃんがそのリアルでやってた手帳のセミナーっていうのを、うん、じゃあこのコロナのご時世だし、うん、ズームでやってみようかっていうのがきっかけで、全国の皆さんがその手帳セミナー会に参加してくださって、そっからズームでオフ会でからのだもんね、うん、そう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 、うんうん、ね、ズームでやったら全国の人が参加してくださるようになって、それで何度かねやるとつながりがこうできてきて、でグループになってきて、それでその中で、まあ、静岡にっていうことで、あれあの方最年おいくつぐらいでしたっけ、70代、うん、70半ばぐらいかな、ね、うんうん、そうそう、70半ばぐらいの方が毎回毎回参加してくださって、もうねいろんなこう実践のフィードバックを聞くとね、もう私たちがもうもっと私たちがもっと頑張んないとっていう気持ちがすごい起こるというか、体力あるんだからが、うん、頑張れるかなって、なんかいっぱい勇気いただいたよね。 そう、それで、あ、すごいなこの人、一回生で会って、うん、で会いたいなっていうことでですね、うん、それでじゃあ東京からね、うん、レンタカーで飛ばして会いに行きますって言ってね、10人ぐらいでお邪魔した、ね、お邪魔したお邪魔した途中で ね、うん、青春したよね、うん、青春でしたね、海岸で石投げたりとかね、そう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 、うん、筋肉痛に2日後ぐらいになりました、なりましたよ当日じゃないって、うもうバカ野郎ってバカ野郎って言ってないけどねそう、そんなことをやってですね、そう思うと、うん、今その9人のグループのメンバーも皆さん最初にズームで知り合ってる感じなんですよね。そうそう、私リアルで会った方ほとんど初めて、はい、の割に皆さん最初からクロちゃんみたいな感じで、クロダさんじゃなくてクロちゃんみたいな感じで来てて、知ってるかのようにね、クロちゃんお疲れ様って言われたからね、うん、初めてなんだけど、そうですよ、ね、私のそのズームとか手帳説明会するときにクロちゃん世話人してくださるんで、ね、最初に必ず最初と最後にお話ししてくださって、あと途中でこうフォローしてくださるんで、みんなおなじみのクロちゃんみたいな感じになっそうおなじみになりました、うん、そういうことでね、もうズームだからこそこうつながったり出会ったりっていうのがあって、うん、それでリアルにやったらわーっていうのもあるな、うん、そうね、これはできなかったけど、うん、わーって、ね、そうですね、そう思うと、うん、まあ、いろいろと大変なんですけども、ね、少しだけ明るいところも言ってみようかなみたいな、そう、ね、感じですね、うんうん、でもね、第3波でねこうやって人に会いに行くのもなかなかまたできなくなるのかなって思っちゃったりね、うん、第3波だから、まあ、またそこも慎重にね、だって今増えてるのもあれはハロウィンぐらいからの影響かな、ああそう、うん、ね、なんでね、まあ、うん、そんな中私たちはそうは言うんですけども、うん、春みたいに止まるわけにはいかないんで、ね、粛々と経済活動をして粛々と対策をして、はい、粛々とこう生きなさいってことですね、もう今って生きろって言いますもんね、うんうん、まあ、生きとけばいいことあるからね、うん、そうですねそんな感じで、ね、最近ね今何回4回か5回ぐらいさせていただいてますけど、うん、お話ゲストにいらっしゃる方かすごい大変な生きろっていうメッセージがこう強い方というか、ちょっといろいろ大変な目にあった方が、ね、うん、多いね、大変な目にあった方多いね、うん、多いですね、うん、長友さんもそうですし、うんうん、尾藤さんもそうでしたし、うん、まあ、クロちゃんはそう、ね、まだまだの人生的にね、まだね、うんうん、まだという感じなんですけども、はい、今日来てくださる方も、はい、まあまあすごいね、すごいね、すごいですわ、うん、というような感じで、はいはい、クロちゃん進行していただきましょうか、はい、そんなこんなで今夜も50分間お届けしてまいります、はい、この番組は人の人生はためになるをモットーに各方面で活躍されているゲストの天地人に迫ります、はい、自分らしく生きるヒントや苦難を乗り越えるコツ、チャンスを使う方法を引き出して視聴者の皆さんに気づきと勇気をお届けいたします、はい、鳥小屋ずり FM 公式ウェブサイトにて映像付きでご覧いただけます。要するに、インターネット TV ですね。そうですね、はい、うん、パーソナリティを務めるのは私、今日ねアシスタントデビューしました、はい、黒田由美と株式会社パワープラントの安恵比先生です、はいはい、ありがとうございます。ではここで1曲お届けしましょうかね、はい、そうですね、まあ、曲と言いながら CM ですけどもCM 中に、ゲストの方に登場していただこうと思います。ではお願いします。
吐いてみる。透明な絵の具で絵を描くように意味をそっと紡いでいる。繰り返す日々でこの空の下で、そう私からあなたから今回のゲストは、はい、団長こと高橋正人さんでーす。マイマイク、マイマイク、さすが。コロナ対策ですか、これ。コロナ対策。あ、さすがです、はい、音も鳴るんだ、はい、面白いこと、面白い、はいはい、じゃあ自己紹介をお願いします。あ、そうですね、うん、はい。あ、じゃあ僕いいんですか。はい、あの高橋正人と言います、はい。高橋正人はあの偽名なんですけども偽名じゃないですね、あの改名したんですね。改名して、はいはいはい、あの高橋正人になっております。なるほど。あの高橋正人歴はですね、うん、13年目かな。長いですね。長いですね、意外と長いですけど、はい、あのそんなわけでございまして、はい、今日はアンさんに呼ばれましてですね、はい、言いました、無理やりあのそうです来なさいよ本当は本当はあの内気で真面目なあのものなんですけども、今日はですね、あの、はい、ぜひということであの、はい、来させていただきました。はい、はい、じゃあそんな高橋さんなんですけれども、うんうんうん、アンちゃんとの、まあ、あの、まあ、どういったお付き合いというか、まあ、交流があってなんですか。アンちゃんとの慣れ初め、慣れ初め、慣れ初め、慣れ初めですね。ああ僕からですかね。高橋さんの紹介で高橋さんを紹介されたんです、うん、そう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 。高橋さんの紹介で高橋さんを紹介された、うん、そうそう、はい、大阪のね高橋くんって、うんうん、あのいるんですよ。いて、うんうん、高橋くんからあの手帳に興味ある人がいるよって言って、うん、あのこの人にメッセージを送って手帳を送ってっていう風にメッセージあの連絡をいただいて、で送った高橋さん。そう、その高橋さんがもともとアンさんの手帳を使ってて、うんうん、僕はこれから先この手帳を使っていくんだって言うから、うん、あ、高橋さんがそれ使うんだったら僕も使おうかなと思って、うんうん、それであのアンさんの手帳を購入させてもらったんですよ、うんうんうん、なるほどね。そしたら見事にその高橋さん今その手帳を使ってないっていう、うん、どうなのそれみたいな、まあそれちょっとちょっと切れない、切れない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 ですね。そう、すみません、はい、そんな縁で、あ、何年前でしたっけ。4年水色の時ですか。水色2冊目ですね。はい、緑青ですから、はい、水色です、うん、水色です。わ、結構前ですね、はい、長い、はい、ちょっと一応ね、手帳手帳って当たり前のように出てますけど、うん、はい、初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないから、軽く手帳のご紹介する、はい。あ、ありがとうございます、はい、さっきね、CM に流れてた手帳です、うんうん、はい、そうだった、そうだった。そう、365日を無駄にしない奉仕系手帳という手帳を私が作っておりまして、うん、緑とか青とか言ってるんですけども、うん、毎年カラーが違ってですね、今最新版はさっき画面に出ておりました黒で8冊目なんです、うん、あ、そんなになりますね、はい、8冊で、で高橋さんがおっしゃったブルーは2冊目かな。ってことは何年の付き合いか。これでもう
ね、交際歴がそうだ、ね、バレちゃいます交際歴がバレる、はい、でもその時は偽名の高橋正人さんだった。そうもうすでに偽名みたいな。もう、ね、監督の特に人ってすっごい初めて見て、確かに読めない、読めないね、うんうん、徳人みたいなね、うんうんうん、そんな感じですね。もう一回見たらもう忘れないですね、うん、僕も最初それもらった時に、うん、なんだと思いましたよ、ね、かっこいいですね、まあ、かっこいいかっこいい、うんうん、かっこいい、うん、マサト、なんかね、うん、あの何あのプロレスラーになったみたいに、あプロレスラーってなんだっけ、格闘家みたいになったね、うん、あの感じのすごいマサト、かっこいい人ですね、ね、全然そんなんじゃないですけど、ね、いやかっこいいですよもう本当にね、そんなんでね、はい、何年、そうですね、6年ぐらいで、うん、エピソードがね、いろいろあるんですよね。まあ、あるんですかね、何ですかね、よくわかりませんけどね。わかりませんか、ね、もうさっきだって、はい、まず偽名を使ってるってところで、はい、えってなりますね。なるね、はい、で、こういうものを持ってくるっていうのも、もうちょっとこの人はただものじゃないよねっていう。で、当たり前のように団長って呼ばれてるっていうね。そう、はい、別名団長なんですよ。団長。はい、で応援団、誰あの何かの応援団をしているわけなんですけども、はい、はい、うん、はい、別にね、うん、あの大学の応援団ではないし、うんうんうん、なんとかの応援団じゃないんですけども、僕あのその気学、旧制気学というものに触れて、うんうん、まだ間もないんですね、実はそんなに、うんうんうん、世のその先生方と違って、うん、その浅いんですよまだね。うん、でその自分が、うん、そのなんて言うんでしょう、うん、その初心者の立場で、うん、あここ分からないやなとか、うん、これ分かりにくかったなっていうのを、うん、そのね、ま、初めてその気学に触れる方に、うん、その分かりやすくですね、うん、あのご説明したいなと思いまして、うんうんうん、それでその気学初心者応援団ということで、はい、はい、あの自らですね、うん、応援団長を名乗ってですね、うん、はい、あの初心者の方を応援するべく、うん、あの活動しております、はい、そう、それで団長で、はい、団長、ずっと団長って呼んでて、高橋さんなんてほとんど呼んだことがなくて名前なんだっけみたいな、ね、そう、うん、で今日これね、台本作ったりとか何かとこう段取りするときに高橋様、はい、高橋様って書いてたんで、今日会ってずっと高橋さんって呼んでて、あれ私高橋さんって言ってるみたいなちょっと違和感を感じながら、でもあのなんだっけ、あの番組の前にこう出ますみたいなのあんちゃんが上げた時にも、うん、ゲスト高あの団長ですって言ったら、うん、なんかこう応援メッセージも団長団長って続いてましたね。そうそう、それで十分です十分です、もう十分です、はい、そう、うん、すっかり定着してね、はい、この考えが素晴らしいんですよ、はい、うんうん、なんで団長なんだっていうところが、うん、もう、うん、あの志というか、うん、ね、あのただ教えたいだけではなく思いが、うんうんうん、いい加減なんです。いやね、こういう気持ちになるまでのストーリーがすごいんですって、うんうん、もちろんなんかきっかけがあったんですね。きっかけはフジテレビ、あ、そういうこと言っちゃいけないんだ、うん、これね、え、ダメなのこれ、うん、きっかけは、あ、うちは中京テレビ、あ、そうです嘘生放送ですか、生放送です、はいはいはい、まあまあまあ、はい、あのね、はい、もう今日ね、まず先に言います、ストーリーがすごいんで、うん、3回出てもらいます。あ、出演交渉をちょっと今ちらっとさっきしといたんですけど、あのギャラ次第だから、あれギャラやっぱ七席金星お金か嘘です、ありがとうございます、はい、もうね、あの 3回なんでしたら準レギュラーになってもらいたいぐらいな感じなんですけども、はい、はい、あの皆さんね、高橋団長こうやってお話しなさってますけども、実はもうそのね、裏にすごいいろんなあのドラマが、天地人ですよ、もうドラマが隠れてるってところにこう入って、うん、今日は第1話をやってみようかなと思うわけなんですけども、うんうん、ね、そんな大したことないですこうやって言うんだよねこの感じがね、うん、はい、最初いつもフェイスブックの写真見ると、はいはい、魚をグワって抱えて、こういう写真が、うんうんうん、多いですね、多いんです、釣りの写真がすごい、あれはどんな趣味趣味ですね、もともとは趣味で、うん、
趣味が高じてですね、うん、旅行業者に、うん、勤めたんですね僕ね、うんうん、釣りがきっかけで、うん、釣りがきっかけで、うん、でその旅行業者でその釣りを専門に、はい、そのお客様を紹介しろと、うん、お前はそれをやれということを言われまして、うんうんうん、そういう仕事を何年かやっておりました。なので釣りが仕事みたいな。いいですね、趣味から仕事に。そう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 、うん、そういうことが何年かありましたですね。釣り人だったんです。釣り人、はい、海外で、海外の、はい、日本だと、うん、お金にならないからね、お客さんは海外連れてっちゃうというね。何人ぐらいで行くもんなんですか。もうでも釣りって意外と少人数で行くんですよ、うんうん、なので1人2人3人とか、あ、うん、社長いいとこありましょうみたいな感じで、もうね、騙からかしてないです。うんうんうん、はい、ちゃんとしたインフォメーションをして、それでいろんなところにですね、連れて行ったと。そういう楽しい仕事。楽しかったです。勤めやってされて、はい、その後に、はい、その後ね、うん、3年間くらい、うん、自分で潜りでですね、うん、今だからいいんですよ、潜りでこれいっぱいあるんだけど潜りでやってました、はい、それでもね、やっていられる時代だったんですよ、うん、昔はね、バブル時代、バブル時代 ね、うん、ねさっき申し上げましたけど、はい、じゃあそれをね3年間やって、はい、やめちゃうきっかけっていうのは、きっかけはですね、うん、その3年くらいした時がちょうどその1997、8年で、うんうんうん、でその98年というのが、うん、その Windows 98というのが出て、でこのインターネットがバーンとこう世の中にこう広まった時代、うんうんうん、でそのインターネットが広まって、うん、それでその海外のですね、うん、情報がね世の中にね、バーンと出るようになっちゃったうん、うん、それでね僕のやってたことがもう全てみんなにも分かるようになっちゃったと、うん、でこれはもう調子悪いなというんで、うんうんうん、ですぐに引退しました。早い、うん、もうこれダメだと切り替えです、はい、辞めて、そっから家業、はい、実家の、あ、家業が、うん、親父がやってた仕事があったんで、うんうん、そっちにこの、うん、もうそろそろ来ないかというふうにこのオファーがあったんで、オファーが、一応オファーがあったんですよ、オファーがあったんで、オファーがあったんで、そっちへこう行くことにしたんです、うんうんうん、でそのちょうどそのタイミングでその結婚をする、うんうん、そういうタイミングだったんで、うんうん、ね、うん、いろいろな意味でですね、うん、その実家の方がいいんじゃないかなと、うん、いろいろな意味です、うん、お金とかじゃ、安定な感じで、安定な感じですね、いいですよ、いいですね、いいですね。そうか、外でね、実家は製造業、はい、実家ですね、うん、なんていうのかな、鉄鋼関係 その工業関係の仕事ですね、うん、大田区の、うん、その町工場というね、うん、そういう状況です、ね、じゃあ熟練の職、はい、職人の、そう、うん、そうです、そうです。そこにこう、はい、職人とかからやるとかじゃなくて、うん、営業しなさいっていうような感じで、うん、っていうか僕がその、うん、まあ要するに親父曰くお前がやれることをやれと、うんうん、そういう感じで入ったんですけど、うん、やれることをやれっていうのは言っただけで、うんうん、その職人みたいになれというふうに、うん、最終的にはですね、うん、そういう感じになったんですけども、うんうんうん、僕はそういうつもりなかったんで、うん、なんかその辺でこのいざこざはありましたけど、あ、三男坊だったんですけどね、三男坊、そう、うん、それなのにお父様からは、そうなんですよ、継いでくれっていうか、まあ、家に帰ってこいよって言われたんですもんね。そうなんです、そうなんですよ、三ね、当時、はい、当時というか、はい、まあ、今でこそね、いろいろ、うん、次男三男、うん、いろいろな方が継いでらっしゃいますけど、うん、昔はやっぱり家長はっていう考え方でしたからね。うちにも僕が三男ということは長男いるんですよ、うんうん、長男がいるということは次男もいるんですよ、うん、で長男次男三男で僕なんですね、うんうんうん、なんですけど、うん、一応なんかそのね、お前も来いと心配だったんでしょうね、うん、心配だったんだと思います、うん、
はい、帰ってこいっていうことはもういきなり代表いやそうでもなかったですね、うん、あのその時はあの親父から、うん、その長男兄貴が、うん、あのついてまして、うんうん、でそのそういう形で行くというふうになってたんですけど、うん、まあその、長男もですねちょっとあの体を患ってまして、うんあのうん、代表を務められるような状態じゃなかったので、うんうん、それで次男じゃなくて僕だったんですよ、うん、で次男なんでって感じだったんですけども、うんうん、まあ、 あの僕になって、うん、でまあ、うん、要するにそのなんていうんですかね責任をつけられたって感じかな、いや、うん、そういう、うんうん、感じですね。そうですか。あ、そう言っちゃうとね親父怒るんで、うんあのね、お前が適任と、はいはい、お前が適任と、うんまあ、そういうふうに言われたんですね、うんうん、でスカウトされて、はい、トップになっていくわけですね、はいはいうん、なんか知らない間にですね、うん、なんか釣りやってたんですけど、そうですね、釣りやってたんですけど、うんうん、なんか知らない間になんかそういうことになっちゃったみたいな、うん、釣りやってたかったんです僕は。釣りやってたかった。やってたかった。あ、うん、ずっと釣りやって浜ちゃんみたいに、うん、スーさんと浜ちゃんみたいにやってたかったんですけど、うんうんうん、ちょっとね、どっかで脱線しましたですね。はい、はい、あ、そうですか、はい。もう勤めて代表になるまでの間に、うん、やめてやれとかこんなはずじゃなかった。毎日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 もうふざけんなみたいな。あ、声、こっちすみません、ちょっと声大きくなっちゃってすみませんついついマイクいっぱい使ってください、ね、ふざけんなあ、それで耐えて、うん、もうお父さんに認められるまでどれぐらいかかったんですか。うん、10年ですね。10年、はい、で10年目に、うん、お前が代表になれと、うん、いうふうに言われて、うん、それでこのなんか知らない間に反抗させられて、うん、なっちゃったんですね。借金、うん、全部お前、うん、お前なみたいな。そうなりますよね、はい、ってことは、43ぐらいの時、そうですね、そうですね、うん、はい、43って言ったら本命がちょっとあの気学っぽい感じで言うと、うん、43歳だとあの運好き的には東に出る感じですね、うん、その前の年かな、40だから 2の時かな、うん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 、そんな感じのタイミングですね。タイミング的にはちょうど40だ、俺の40代が始まるぜ、ね、みたいな、うん、そうそうなんですよ、うん、そうですか、はい、その後社長っていう風になってから、はい、うん、見える景色が変わったり責任重い何か重いものを感じたりとか、うん、全然、うん、今まで通りみたいな、もうね、お気楽でだったですね、うんうん、今考えてみると、うん、そのまあ自分の星の、うん、その気学的に言うところの、うんうん、その星が、うん、その僕七赤金星という星なんですけど、うんうん、まあそれっぽいなっていう感じするんですけど、それっぽい、まあそれまで分かんないですからね、うん、そういうことね、なんで僕はこうなんだろうみたいなね、うん、思いながら、うん、じゃあある意味いろいろあったものの社長までこう、うん、釣りしてた、はい、あの雅人さんが42で社長になったっていう、はい、これこういう、うん、いい感じの話。いやでも、うん、ね、いろいろありましたですね、うんうん、もう本当にいつもなんかこう親父とか、うん、兄貴とかとは喧嘩ばっかりしてたし、うん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 、まあ喧嘩っていうかね、うん、そのやっぱりその真面目にやってるからこそ、うん、その意見の相違っていうのかな、うん、そういうのはもうと当然ですけど、うん、まあなんかね、あの七赤金星の割には真面目な話しますけど、どうぞ、ね、あの、うん、まああるんですよそれはね、うん、真面目にやってればね、うんうん、そうそんな感じの高橋さんなんですけど、うん、こっからですね、こっから、うん、こう天地人、波乱万丈天地人ですからね、はいはい、まあいろいろありながらもここまでこう来るわけなんですけど、はい、そろそろジェットコースター、ジェットコースターですね、はい、これが欲しいな、うん、ストーリー的にみたいな、はいはい、ところなんですけども、はい、うん、はい、一曲挟んであのジェットコースターが降りていく感じの、はい、お味わっていか、はい、いただこうかなと思います。ではあの2曲目紹介を、黒ちゃん、はい、山本優くん、あの、はい、アシスタントの山本優くんによる、はい、デスティニーガールです。
ゆうくんプロレスの、ね、プロレスいいね、プロレスパフォーマンス初めて見ました。かっこいいね、ゆうくんね、かっこいい、かっこいい、かっこいい、うん、さあお待たせしました、はい、後半に入りますが、はい、じゃあさっきね、うん、そろそろジェットコースターが欲しいなんてね、はい、あんちゃんから振られたと思うんですけども、はい、じゃあジェットコースター部分に入っちゃうっていうことでいいんでしょうか、はい、苦手なんだけどね、あんまね、はい、じゃあ実際代表に着任されました、はい、就任されて、うんうんうん、その代表の期間っていうのはどれぐらい続かれたんですか、うん、ね、ちょうど1年半くらいですね。1年半、はい、1年半で何があったんですか。1年半後に、うん、要するにクビになったんです。ん、クビ、クビ、会社、うん、会社クビ。何やったんですか。まあ、いろいろとですね、うんうん、意見の相違がありまして、意見の相違がありまして、うん、まあ、創設者の親父、うん、とその大喧嘩をしましてですね、つけばーん叩いてみたいな、うん、ざけんなこの野郎みたいなね、うん、そういう喧嘩をして、うん、それで、うん、クビにされました。いわゆるお家騒動。お家騒動。プチ、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 大塚家具みたいな。あ、そんな感じです。プチ大塚家具。規模感は規模感はもう全然、全然小さいです。全然小さいですけど、うん、あの大塚家具、プチ、プチ大塚家具ですね。うん、はい、でもやってしまったみたいな。代表は、はい、代表の座から、お前は、うん、解任するみたいな。解任するみたいな。クビみたいな。うん、つまり、ね、職を失ったというね、うん、そういうことですね。はあ、うん、嫁も子供もいたんですけど、うん、クビにされました。それって突然、突然なんですか。突然その日のうちにわーって言ってお前クビだみたいな、こういう感じ、うん、
日か前からそういう兆候はあって、うん、まあ何日か前なんですか、喧嘩はして、うん、それでその役員会議を家族ながらも役員会議を開いてみたいなところがあったんで、そのある日突然今日っていうことではなかったんですけども、うん、まあでも ほぼほぼそれに近かったですね。はい、じゃあそれ言われてからの、うん、こうまあ、奥様にご報告されると思うんですけども、はいはい、奥様がですね、ね、奥様私はお挨拶ないかな、奥様、ね、ご報告されたと思うんですけど、はい、どんな反応でした？俺さあのちょっと仕事をクビになっちゃって辞めたんだ、うん、みたいな風に言ったんですね、うん、でまあ、あのその職もなくなり、うん、要するにその給料ね、見入りもなくなるわけで、僕はそれまでその釣り三昧 の、うん、あのその実家で仕事はしてたんですけど、うん、その時もその趣味として、うん、釣りは毎週欠かさず土日、うん、あとはその祝日は欠かさず、うん、あの家族を顧みず行ってたんですよ、はいはい、だから年間80日くらい行ってたんですよ。自信くらい言ってたんですよ、その頃もすでに、はい、なのでそれであのその職をなくなった給料ももらえないっていうふうにその嫁さんに伝えなきゃいけないんで、当然、うん、その離婚ねっていうふうにこの突きつけられると思ったんですよ、はい、でそれを覚悟でですね、かなりこの震えた声でですね、それをこの伝えたんですね。そしたら嫁はですね、良かった大事なところね、良かったじゃない、良かったじゃないって、良かったじゃないって言われたんですね、良、うんうん、かったじゃないって言われて、で僕もそのあっけに取られながらですね、まあちょっとそうなんだけどさと言ったんですよね、でその後ですね、あなたさ、実家の仕事を辞めたっていうことは、時間があるよねっていうふうにかなりこう迫ってきたんですよ、僕、たっぷりありますね、ありますね、で、まあ時間はあるよね、で、うん、まあそういうふうにこう迫ってきたということは、何か僕にやれっていうふうに、ね、家事やりなさいとか、そう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 、でだからそういうふうに僕はそうあのこの瞬時に思ったんで、何でもやるよと、家事洗濯、買い物何でもやるから、任しといてっていうふうに思ってそう言ったんですよ、そしたら、そうじゃなくてさ、そうじゃなくて、あなたさ時間があるんだったら、気学に旧制気学ね、気学に沿って生活してみないっていうふうに言われちゃったんですよ、ライフスタイルの提案がね、そうライフスタイルで僕は今ですよ、何でもやるって言っちゃった手前ですね、それは嫌だって言えなかったんですよ、選べない、選べない、でそれは嫌だって言えなかったんで、やればいいんでしょうと、やるよしょうがねえな、ちょっと企画の奥さんはなさってるのをどういうふうにご覧になってたんですか？あ、それはですね、あのその子供、まあ、その頃まだ小さなかった子供を通して、その子供が通ってた幼児教室で、それを知ったようなんですね、でそれを僕は旗からこう旗から見てた感じ、旗から見てた、僕には全然関係ない世界だなみたいな感じで見てたんですけど、それがついに僕のところに降りかかって、火の粉がですね降りかかってきてしまったという、はい、そういう状況でございました。実際じゃあ医学に沿って生活しなさいよって言われて、あの高橋さんどんな生活に変わったんですか？何かやれとは思ったんですけど、それがですね、いきなりじゃあ引っ越ししましょう。引っ越し、はい、なんと質問が届きました。はい、はい、ちょっと、はい、引っ越しじゃない、質問ですか？はい、はい、ラジオネーム、はい、ラジオネーム、はい、初めて読みます、はい、浅草橋小僧さんからいただいてます、安先生、黒田さん、高橋さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、番組自体は渋谷の頃からいつも楽しくチェックさせていただいてたのですが、生で見るのは諸事情が今日が初めてで、思い募ってメッセージを送ってしまいました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。新しいアシスタント黒田さんとの掛け合いも、なんだかいつもと違ってとっても落ち着いた進行で楽しいですね。ありがとうございます。
さて、うん、私も高橋さんと同じ七赤金星なのですが、うん、そんな高橋さんにご質問です。今の季節、個人的に釣り、釣りのご質問来てます。釣りへ行くならどこへ行って何を釣るのがベストでしょうか、はい、もしよかったらお答えいただけるとありがたいです。後半戦も番組頑張ってくださいねってありがたいメッセージいただきました。もちろんお答えします、はい、今の時期だったらですね、はい、東京湾に行きましてハゼ、これです。絶対に東京湾のハゼ、これを欠かしてはいけません。これをなくしては、うん、釣り人としては語れませんですって。浅草橋小僧さん、はいはい、東京湾でハゼを、はい、東京湾のハゼ釣らないと釣り人ではない、釣り人としては語れない、はいはい、そういうことです。はい、いいですね、よろしいですか。このシーズンはいつまで続くんですか。はい、これは12月くらいまでですね。12月くらいまで、はい、でもまさに今ね、まさに今です。もうこの週末にでも行ってくれと、行ってくれ、はい、そういうことですね。ありがとうございます。そしたらあの団長が第2回第3回あの登場されるときによかったら、はい、あの釣れたか戦績についてね戦績についてあのメッセージいただけたら気になっちゃうんで、うん、企画だけに、はい、では、はい、続きをお願いします。なんだっけじゃ実際ね、はい、取り入れたの引っ越ししましたからですね。引っ越しでしょ、はい、いきなり引っ越しでしょ、うん、本当にいきなり引っ越しだったでしょ。非方向に引っ越す、はい、うん、そういきなり引っ越し、うん、引っ越ししてしましょうって言われて、うんうんと思ったんですけど、うん、もうそれさえやれば、うん、嫁も気が済むんだろうと思ったんで、しょうがないやるかと、はい、でやったんですよね、うん、やったんですねそれで引っ越ししました、うん、言われるがまま、言われるがままに引っ越ししましたはい、はい、引っ越しをどれぐらいの期間、75日間ですね。あ、人の噂も75日でね、はい、そうです、はい、引っ越しをして、まあ、普通に生活して、はい、普通に、そうですね、うん、普通に生活はしてました。まあ、うん、まあいわゆる普通に生活をしてましたね、うん、で、はい、75日ぐらいしてまた、うん、でまたこう家に帰ってきたんですけど、うん、その元の家は、うん、そのもうその実家なんで、うん、もうその出てけって言われてたんで、あ、出て行けって言われた家だったんですね。厳しい家ですよね、結構ね。なんかちょっとやっぱドラマみたいですね。なんかね、かなり厳しい家で、うん、出てけって言われて、うん、でその引っ越しをして、うん、次帰ってくる時は、うん、まあマンション買って、うん、そこに引っ越さざるを得なかったんで、うん、まあいろいろね、うん、そのそれについては、うん、まあいろいろ親からの援助等々あったんですけども。うん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 、あのそういう事情があったんで、うん、その実家には帰れなかった、うん、実家広かったんですよ、うん、お坊ちゃまですから、うん、お坊ちゃま、うん、すごい広いところに住んでたんですけど、うん、そこからもうすごい小さなマンションに引っ越したんで、うん、大変だったです、はい、企画やるって言って、うん、もう、うん、もう真骨頂みたいな、うん、引っ越しを最初にバンとやって、はい、うん、わけわかんなかったですけど ね、でも普通の生活っておっしゃってましたけど、はい、うん、毎日非番切符を取ってたっていうふうに、あそれはですねそれは、うん、あの引っ越しあのひ、そのあるところに引っ越して、うん、それでこの地元の方に帰ってきた後ですね。後ですか。後、はい、で僕はその帰ってきた時にもうその僕の中の企画は終わったと思ったんですよ、うん、ああなるほど ね、その落ち着いただろうと、役目果たしたと、うん、ね、あの嫁にはそう言うこと聞いたからね、うん、言うこと聞いたからもうこれで終わっただろうと思ったら、うんうん、あんたさ、せっかく引っ越しして、うんうん、その要するに吉報というものを ね、うんうん、ね取ったんだから、大きなエネルギーをね、うん、チャンスをね、大きなエネルギーを取ったんだから、うん、この先も続けなさいよと、うん、またやろうの、うん、何するの、うん、非番吉報っていうのがあるのよと、うん、で非番吉報を取んなさいよと、うん、どうすればいいんだか分かんないから、うん、教えてくれればやるよ、うん、で僕は全然気が分かんなかったんですけど、うんうん、嫁に言われる通りに、うん、今日はあっちに行け、今日はこっちに行け、明日はあっちに行け、うん、これをずっと毎日やったの。なんでか知らないけど、あのこの断らなかったんですよ僕、ね、なんか変化ありました？ありましたね、後で考えてみると、うん、ものすごく変化があったんですよ。ものすごく変化があったんですけど、その時はそれに全然気がつかなかったです。はい、全然気がつきませんでした、偽名はどのタイミングなんですか？偽名は偽名でいいのか偽名はですね、偽名はだからその非番切符というのを取っている
さなかですね。さなかに。さなかに。うん、あなたさ、あなたさ得意なんですよ。あなたさ、どうせだったら名前も変えないと。うんうん。うん、いやなと。親父とおふくろとも喧嘩しちゃったし、もうなんかね、うん、この先ね、ね、もうなんかこう自分でもこう変えたいと。うんうん、変えて、うん、と思ったんで、うん、名前変えて変わらんだったら、うん、それもいいんじゃないのと。うん、で、うん、それを。で、監督の人になったんですね。うん、そう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 、そうなんですよ。偽名ね。偽名。偽名。偽名。ビジネスネームとかっていうのは聞くんですけど、はいはい、まあ、それをさらっと偽名って。偽名。で、偽名ですよ。言ってくる人初めて。お茶目、お茶目ね。お茶目もうね。偽名。そう。うん、でも経営者の方ってね、はい、多いんですってね。偽名。でも私も偽名です。偽名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 。さらっとね、なんか。夢夢、いや私はあのまだ夢、まだ夢じゃない、まだ、あ、まだね、はい、あの黒田夢は、はい、もう生まれた時からの名前ですので、はい、そう、ちょっとね、プチ整形みたいなもんですよね、プチ整形、名前のプチ整形みたいな感じで、人生それで楽しくなったらいいじゃんみたいな、そう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 、そうですね、あのね、やってますって言わないけど、うん、あの大きい会社の偉い方ほど、うん、やってるね、まあ、さりげなくね、わざわざ言わないんですよ、うん、こういうのって裏技だから、うん、そう、うん、あ、裏技だからか、うん、言いたくないじゃない、うんうんうん、というような感じでね、うん、こうで引っ越しをして、うん、ドーンと引っ越しをして、うん、でその非番吉報ってさっきおっしゃったのはこう毎日毎日あの1日の24時間の中の1時間だけプチ引っ越しみたいなことを毎日毎日こう習慣でやっていくわけ で偽名を使ったっていう風にすることでこっから次にどん底からこう逆転な感じなんですか。まあ、そのどん底っていうね、その自分でもそういう感覚がないんですけど、まあでもそのいわゆるそのね、他人から見るとどん底っぽく見えるのかな、うんうん、失業期間はどれぐらいだったんですか。失業はしてないです、うん、あの実家辞めてすぐに自分でこの起業したので、うん、そう、起業しても軌道に乗せるまで結構1年以上はかかりましたね。1年以上はだからそのなんかね、うん、で僕がその実家辞めるって言ったら、うん、実家の従業員さんが僕のところついてきてくれたんですよ、うんうんうん、あんたが辞めるんだったら俺そっち行くよと、うん、ちょっと待ってと、うん、給料払えないんだけどと思ったんですけど、うんうん、来ちゃったから払わなくしょうがないじゃないですか。そうですね、軌道に乗るまで固定費がね、うん、そうそう、もうしばらくじゃあ大逆転までもう少しかなっていうところで、うん、はい、いい時間になってきましたね。まだまだ皆さんまだ続き聞きたいでしょ、まだまだ聞きたいんですけど、お時間も迫ってまいりましたので、はい、もっとお話ししたいところですが、この辺でエンディングトークに入らせていただきますが、はいはい、ここまでゲストに高橋正人さんをお迎えしてお送りしております、はい、木曜人生劇場、うん、天地人、はい、いよいよお別れの時間が近づいてまいりました、はい、高橋さん今日はいかがでしたか、はい、今日は楽しくまた撮れちゃった、はい、もう1分前だって楽しく、あ、楽しく、あの緊張させていただきました、ね、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ来週のね、はい、天地人のゲストは、はい、吉野玉子さんです。はい、はい、アンさん、はい、この方はどういった方になるんでしょうか。この方はですね、偽名つながりの私のお友達です。いや、あの私があのすごく今ですね、うんうん、あの信頼している、うんうん、あのかけがえのない方です。うん、あのもう一気に来られると華やかな感じになると思いますので、あの楽しみにしていていただければと思います。うん、あ、お知らせがありましたね、はいはい、団長がですね、うん、この団長として、うん、私のこの手帳の、使い方を説明するという、勉強会をなさいます、何日でしたっけ、ね、11月の23日と28日、うんうん、はい、午後2時、うん、14時からですね、うん、2時間弱かな、はい、うん、やります、はい、よもやま、よもやま企画堂というんですよ、僕ね、はい、よもやま企画堂で検索したら詳細載っておりますので、はい、興味ある方はご覧ください、はい、はい、こんな感じで締めましょうか、はい、はい、今夜の放送は2週間後に YouTube にアーカイブされますので、うん、また聞き逃した箇所などそちらでチェックしてみてくださいね。木曜人生劇場天地人、最後まで聞いてくださってありがとうございました、はい、ゲストに高橋正人さんをお迎えしてお送りいたしました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。何か最後にお伝えしたいこととかありますか。
まあそんなところです、はい、じゃあ検索してもらってね、はい、よもやま気学堂ですね、そうですね、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、はい、無事ね、クロちゃんも終わりました、クロちゃんファンの皆さんありがとうございます、無事終わりまして、黒岳の皆さん安心してください、ありがとうございます、ではまた来週ありがとうございます。